1980年代後半から90年代前半に日本中を一世風靡したロックバンド、ザ・ブルーハーツ。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でもザ・ブルーハーツの名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。そんなザ・ブルーハーツのプロフィールとその後を紹介させていただきます。ザ・ブルーハーツは1985年に結成され、1987年にメジャーデビューをしたパンクロックバンドです。バンド名の由来は、メンバーの河本大翔さん曰く意味はなく、誰もが呼びやすい小学生でもわかるような英語で、バンドの音楽性が見えないような名前だから付けたそうです。メンバーはボーカル河本大翔さん、ギター真島正俊さん、ベース川口淳之介さん、ドラム梶原哲也さん。1980年代前半に、それぞれのバンドの状態が思わしくなかった河本大翔さん、真島正俊さん、川口淳之介さんの3人は、下北沢のバイト先で出会い、トラディショナルというセッションバンドを行ったり、バンドのことについて語り合ったりして飲んだり遊んだりしているうちに、お互いに意気投合していきます。そして1985年に入ると、それぞれバンドを解散したり脱退したりしていた河本大翔さん、真島正俊さんは本気でバンド結成のことについて考えるようになり、2人を中心として2月にザ・ブルーハーツを結成します。同年の夏に、彼らのマネージャーとしてバンドに関わっていた川口淳之介さんが、脱退した前メンバーの代わりにベースとして参加し、翌年の4月頃に梶原哲也さんが河本大翔さんに加入を懇願し、バンドに加入しました。この頃からザ・ブルーハーツは、面白いバンドがいる、と話題になり始めます。1987年2月に、シングル、人に優しくを自主制作で発表しました。この曲は河本大翔さんが以前に組んでいたバンド、ザ・コーツ、時代の最後に作った曲で、当時のタイトルは、頑張れの歌、でした。真島正俊さんがこの曲を聴いて衝撃を受け、河本大翔さんにバンドを組もうと持ちかけたと言われています。梶原哲也さんも、この曲の、頑張れ、という歌詞を聴いて強い衝撃を受けたと語っていました。2002年に、香取慎吾さん主演の同名のドラマの挿入歌に起用されるほか、多くのテレビ番組や CM で起用されています。1987年5月に、メジャーデビューシングル、リンダリンダを発売し、同月にファーストアルバム、ザ・ブルーハーツを発表すると、口コミなどで、ザ・ブルーハーツの評判は若者を中心に全国的に知れ渡るようになり、第二次バンドブームの先駆けとなっていったのです。河本大翔さんは雑誌の対談の中で曲名のリンダとは誰かという質問に対し、僕もわからない。答えとかもともとないんだよ。だから、リンダリンダって歌詞カードには書いてないでしょ。登録もしてないから自由に歌っていいんだよ。と語っていました。そして1988年に発表したサードアルバム、トレーントレーンが50万枚を超えるヒットとなり、同作からリカットされたシングル、トレーントレーンがドラマ、ハイスクール落書きの主題歌に起用されるなど、一躍音楽界のトップシーンに上り詰めます。当時の人気歌番組、ザ・ベスト10にもランクインしましたが、一度も出演することはなく、ブレイク当時からライブを大切にしていました。そんなライブでのボーカル河本大翔さんの歌いながら飛び跳ねるステージアクションが話題となります。私もカラオケボックスで、リンダリンダやトレーントレーンを友達と合唱して、ぴょんぴょん飛び跳ねたものです。このザ・ブルーハーツからトレーントレーンまでの前期3部作はブルースをルーツとしたメッセージ性の強い日本語ロックの世界を構築していました。主に河本大翔さんと真島正俊さんが作詞作曲を担当しており、彼らが書く詞は NHK 番組人間講座の言葉の力、詞の力でも文学性を高く評価されています。1989年にレコード会社をイーストウエストジャパンに移籍し、移籍第1弾シングル「情熱のバラ」をリリースしました。同曲はドラマ「ハイスクール落書き2」の主題歌に起用され、ザ・ブルーハーツにとって最初で最後のオリコンシングルチャート1位を獲得します。名曲が多いのにオリコン1位を獲得したのは「情熱のバラ」だけだったというのは意外でした。情熱のバラについて、河本大翔さんは屈折した曲作りだったと認めていますが、2010年代に入ってからも、CM 等で使われ続けており、時代を超えて愛されるスタンダードな曲となっています。ザ・ブルーハーツの楽曲は、すべてをさらけ出すかっこよさがありながら、リズムもコード進行も至ってシンプルです。しかし、どんなに作り込んだ音楽より、伝わってくる魂や情熱があります。
弱気を助け強気をくじく泥だらけのヒーローの姿に魅了され続ける人が多いのだと思います。その後3枚のアルバムを発表しましたが、1995年6月のラジオ番組にて突如解散を発表し、7月にアルバムをリリースするとすぐにザ・ブルーハーツは解散となり、多くのファンに衝撃を与えました。解散理由については、メンバーの宗教問題やそれによるメンバー間の不和があったと言われたこともありましたが、一番の理由は、このメンバーでは100点満点以上のものを作り出せないという点だったようです。現実に、1993年頃のシングルは売り上げ1万枚にまで下がっており、シンプルに現状に不満を持っていた河本大翔さんと真島昌利さんが一歩踏み出したといった感じなのでしょう。ザ・ブルーハーツの信奉者は多く、アーティストも含めて、パンクロックの神様と置いている人は少なくありません。しかしオリコンチャートでは、驚くほど結果を残しておらず、オリコン1位になった、情熱のバラでさえ、売り上げは50万程度です。にもかかわらず、ザ・ブルーハーツの曲は、たくさんのアーティストがカバーをしたり、映画、ドラマ、CM などに今でも使われていて、今でも多くの人に愛されています。これは飾らないまっすぐな感情をぶつけてくる歌詞が、様々な状況の中で生きる人々の心に刺さり、勇気づけているからなのでしょう。それではザ・ブルーハーツのその後。1995年にザ・ブルーハーツを解散した半年後、ギターの真島昌利さんは親交のあったベース調べ咲人さん、ドラムを大島健二さんを誘って、ザ・ハイローズを結成しました。その後、キーボードに白井美希夫さんを迎え、ボーカルは暇そうにしていたという河本大翔さんを誘います。ザ・ハイローズは晩年のザ・ブルーハーツでもその兆候はありましたが、社会的メッセージというよりシュールな歌詞が多くなります。それでも躍動感あふれる曲を多く作り、固定ファンの期待に応えるだけでなく、新たなファンも獲得していきました。日曜日よりの使者、青春など数々の名曲を残しています。ザ・ハイローズは次々とシングルやアルバムをリリースし、ライブツアーを精力的に行っていましたが、2005年に突如活動休止を発表すると、メンバー各々で新たな活動を始めたことなどから、事実上解散状態となります。2006年に河本大翔さんと真島昌利さんが再びコンビを組み、ベース小林勝さん、ドラム桐田勝司さんを加え4人組ロックバンドザ・クロマニヨンズを結成しました。ザ・クロマニヨンズは毎年アルバムをリリースし、現在も精力的に活動を続けています。河本大翔さんと真島昌利さんはザ・ブルーハーツから30年以上バンドを組み続けています。河本大翔さんのインタビューによれば、若い頃から働く気のなかった自分を、真島昌利さんが、お前はやればできる子なんだよと、叱咤激励し続けてきたそうです。また、上京して友達がなかなかできなかった河本大翔さんにとって、誰よりも自分を理解してくれた真島昌利さんを、自分にとって特別な存在だから、彼の期待を裏切りたくない、と言っています。二人はプライベートでの交流も盛んだそうです。ザ・ブルーハーツ解散後はメンバーがザ・ブルーハーツ時代の曲を歌うことは原則しませんが、河本大翔さんは一度、他人のライブの飛び入りで、僕の右手を歌い、またテレビ番組夜たもり出演時に、リンダリンダのセッションにブルースハープで参加しハミングをしたものの、歌唱はしていません。真島昌利さんはイベントで何度か青空を歌い、川口淳之介さんがサマーソニックでリンダリンダを、梶原哲也さんがザ・スリーピースとしてリンダリンダを演奏しました。2005年あたりからは、元メンバーが公の場に揃って姿を見せるなど、交流はあるようです。それではメンバーそれぞれの現在を紹介します。まずはボーカル河本大翔さんの現在の姿がこちらです。相変わらずかっこいいですね。解散後は真島昌利さんと共に、ザ・ハイローズでの活動を経て、2006年から現在まで、ザ・クロマニヨンズで活動しています。またソロとしても活動を始め、ほぼすべてのパートを自分自身で演奏し話題になりました。2019年には内田寛太郎さんとブギレンを結成し、アルバム、ブギレンを発表します。プライベートで河本大翔さんは2006年頃、高校生時代の同級生の由美さんという方と結婚しています。はっきりとした情報はありませんが、娘さんがいるようです。ファンのツイッターの情報によると、奥さんの由美さんはかなりの美人だそう。ちなみに結婚前は野沢直子さん、酒井真希さんと熱愛報道がありました。野沢直子さんは意外でしたね。河本大翔さんの弟は俳優として活躍している河本正広さんです。
河本雅宏さんは名バイプレイヤー俳優として活躍しており、悪人から善人まで幅広い役柄を演じることができる確かな演技力の持ち主と評判です。見た目のタイプが全く違う2人ですが、小さい時から兄弟仲は良かったそうです。また河本大翔さんはアニメタイムボカンシリーズの熱烈なファンで、タイムボカンシリーズの再放送が見たいがためにバンドの練習に行きたくないとダダをこねたこともあったとか。その縁で2000年にタイムボカン2000怪盗きらめきマンのエンディングテーマフラランナンデブーを歌ったり、2009年上映のヤッターマンの劇中歌ヤッターキング2009をクロマニヨンズとして担当しました。河本大翔さんは2023年8月に開催された夏フェススウィートラブシャワー2023にクロマニヨンズとして出演した際には、 MC はほとんどなく上半身をさらけ出し、ステージ上でのた打ち回りながらも歌い続け、観客を魅了していました。音楽を心の底から楽しんでいる河本大翔さん、これからもずっとステージで歌い飛び跳ねる姿を見せてほしいですね。続いてはギター真島正俊さんの現在の姿がこちらです。若々しくて還暦を過ぎているようには見えませんね。トレードマークのバンダナも健在です。解散後は河本大翔さんと共にザ・ハイローズでの活動を経て、2006年から現在までザ・クロマニヨンズで活動しています。ザ・クロマニヨンズの活動以外にも、2015年にロックバンドヒックスビルの真城めぐみさん、中森康弘さんと新バンドマシマロを結成しました。2015年、2016年にシングル、アルバムをリリースし、ライブツアーを行いましたが、現在は目立った活動はされていないようです。AAA、松たか子さんなど多くのアーティストに楽曲提供もしています。中でも近藤真彦さんのアンダルシアに憧れては知っている方が多いのではないのでしょうか。ちなみにアンダルシアに憧れてはもともとは1989年に真島正俊さんがソロデビューシングルとしてリリースした楽曲です。翌月に近藤真彦さん版がリリースすると、2作品ともほぼ同時期にオリコンヒットチャート20位以内にランクインしました。現在は落語にハマっていて、その縁で落語家柳家三座さんの独演ライブ配信オープニングエンディング曲の作曲も手掛けました。真島正俊さんはロック歌手でありながら、音楽性の幅が広く、ブルースから余剰的な世界観を持った歌詞を書くこともでき、まさにマルチな才能を持ったギタリストと言えるでしょう。真島正俊さんは外見だけ見るとクールでストイックな印象を受けますが、実は熱い心を持った人だということがわかります。ファンの方からも真島正俊さんの性格について、直球勝負で内面が優しい、心ではいろいろ深く考えているといった声が聞かれます。真島正俊さんは河本大翔さんとバラエティ番組ダウンタウンのごっつええ感じに出演したことがあり、その際になんとダウンタウンと乳首相撲対決をしています。絶対にそんなことをしない二人に見えますが、実はお茶目な一面があるんですね。プライベートではネットの情報によると、どうやら結婚はしているそうです。一説によるとブルーハーツ時代に結婚したようです。奥様との間にはお子様がいらっしゃるようで、お子さんは真島桃子という名前でモデル活動をされていた時期もあったそうです。ずっとロックンロールが大好きという真島正俊さん。これからも自分のスタイルを貫き通してほしいですね。続いてはドラム梶原哲也さんの現在の姿がこちらです。当時より柔らかい雰囲気ですね。ザ・ブルーハーツ後期からカリブ音楽やラテン音楽に傾倒し、解散後は社会福祉法人肌の生花園の入園者や通園者によって結成されたサルサガムテープのプロデューサーやドラマーとして参加しました。ザ・スリーピースや大塚愛さんのバックバンド等を経て、2005年にザ・ハイローズの元メンバーの白井美希夫さんとザ・ビッグヒップを結成し、ドラムとボーカルを担当しました。2008年12月よりソロユニットサンダービートの活動を開始します。その他にもエコーズの伊藤博樹さんや恩田義人さんらとワーロックというレーベルを立ち上げ、プロデュース活動なども行っています。2015年に太鼓芸能集団鼓動の舞台作品混沌のドラム監修を担当し、アドバイザーや作曲ドラム指導を担当しました。プライベートでは梶原哲也さんは既婚者のようですが、いつどんな人と結婚したのかという情報が全くなく、詳しい情報はわかりませんでした。奥さんは一般の方の可能性が高いのではないでしょうか。
現在もソロユニットやプロデュース業などを行うなど、音楽に携わってる梶原哲也さんのこれからの活躍を期待したいですね。続いてはベース川口淳之介さんの現在の姿がこちらです。ロックンローラーの面影が全くありませんね。川口淳之介さんは1991年に幸福の科学に入信しています。ザ・ブルーハーツが活動している時に入信したので、当時はファンへの影響等を考えて口止めされていたようです。その後、川口淳之介さんはどんどん幸福の科学にハマっていき、楽曲にも影響が見られるようになります。他のメンバーはその影響を好ましいものとは思っていなかったようで、このことがザ・ブルーハーツ解散理由の一つではないかと噂されました。解散後は様々なバンドのプロデュースをしています。川口淳之介さんは2009年に宗教法人幸福の科学を支持母体とする政治団体幸福実現党から東京比例区公認候補として出馬しましたが、結果は落選でした。プライベートでは川口淳之介さんは結婚されているようですが、結婚についての情報が全く出てきませんでした。このことから相手の方は一般の方なのではないかと思われます。川口淳之介さんは幸福の科学の宣伝局長代理を務める傍ら、2019年からはザ・ロンドンタイムスのギタリストとして参加していましたが、2020年をもって活動休止となっています。現在は亀山哲彦さん、山城宏夢さんと共にザ・タイムトラベラーズのギタリストとして活動中です。音楽は続けられているんですね。このメンバーでは100点満点以上のものを作り出せないという解散理由や、河本大翔さんと真島正俊さんが現在もザ・クロマニヨンズで活動していることから、残念ながらザ・ブルーハーツの再結成の可能性は低そうです。ちなみに私はザ・ブルーハーツの曲の中で人に優しくが一番好きでした。自分は頑張っているのに誰にも褒められたり認めてもらえない、そんな孤独を感じていた時に、僕が言ってやる、でっかい声で言ってやる、頑張れって言ってやる、聞こえるかい、頑張れと、この曲にとても励まされました。皆様はどの曲が一番好きでしたか？コメントしていただけると嬉しいです。以上、1980年代後半から90年代前半に一世を風靡したザ・ブルーハーツのその後を紹介させていただきました。これからも昭和のスターの素晴らしさを伝えるべく動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。